やっちゃうよ、ラジオです。そうで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まああれです、例の企画、今週のちゃんと決まってるのか分かんないですけど、今週のナンバーワンみたいな感じで、グラチャレで一番12勝の勝率が高いデッキを毎週紹介していくって企画ですね。で、今日のは、はい、これですね、スケラ、2週連続でスケラですね。まあ、前回の週は、その近くにね、その3日前ぐらいにスケラの動画を紹介しちゃったんで、勝率2位のデッキを、あのね、小屋のデッキをね、紹介したんですけど、今日はね、今週のナンバーワンということで、まあね、ちゃんと企画も決まって、あの曜日とかもね、決めていければなって、前回水曜日かな、確かにやって、で、今は今日火曜日、今火曜日でね、多分火曜日にやってるんで、まあね、もうちょっとあの曜日をね、決めていけたらなと思います。ということで、まあ、とりあえず、このデッキを使ってグラチャルやっていきましょう。まあね、このデッキはマジで強いんですよ。弱点がなくて、本当に、なんだろう。なんつーんかな、俺もね、そのクララリーグでも使ったんですけど、あのね、なんだろう、誰でも使いやすいっていうのが一つポイント高いですね、本当に。それが強いと思う、俺は。だし、あと何かな、まあ、誰でも使えるっていうのが高いかな、マジで強いんですよ、このデッキ。これ相手入りないしね。フリーズとか打たれなければ大丈夫。よいしょ、これバッチコリカウンターっすね。これタルババが入るぞ、これ。ユニット多分いないと思うっすね。はいはい、エリない、エリない。はい、エリないね。はい、エリないよね。はい、カウンターって感じで、次に出してくるのがなんだ、ゴーストか。まあ端前でこいつを止めて、マジで、まあこんな感じか。まあこんな感じですよ、皆さん余裕じゃないですか、正直。よいしょよいしょ、はい、勝ち。もう勝ちですね。こうなったら勝ちですね。負けようがないですね。相手ランバーしかいないんで、こうやって出してもランバーで守られるんで、待って。これランバー出してきたら美味しいですね。ムートで美味しくいただいて、カウンターで。で、ナイト来るんで、でまたアジアチャーでしかスケラ守れないんでね、打っていきます。はい。よいしょ。またこのね、遅れて登場したこいつが入ると。え、なんかユウさん、やばくなかった？ブラ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 っつって。大丈夫？ちゃんと消えるかな、これ。すげえ不安。出たい。いや、これさ、危ないんですよ、マジアチャが。当たんないで。当たんないで、お願い。OK!オッケーオッケー、落ち着きですね。ここは焦るところじゃない。ポイズンをしっかり打って、マジアチャ処理しないと後で大事故になるんで。大事故じゃーっつって、千鳥もびっくりなんで、おお、大事故じゃーってなるんで。オッケーオッケー、これは残ってるんでスカル打っちゃいましょう。で、なんかランバー流れてきた、ランバーとかが全部あれなんで、これインドル来るかな、多分。あ、諦めた。はい、ジジイ、いや、あー、もうなんか具合悪くないのに、いや本当に強がるとかじゃないですけど、全然具合悪くないんだけど、本当にな、本当に具合悪くねえんだけど俺、いや強がるとかじゃないんだけど、具合悪くねえんだけど、まああれなんですよ、なんかね、咳が込み上げてくるんですよね、鼻水と咳が込み上げてくるんですよ。いやー、まあね、ほんとクララリーグもなんかいろいろもう大詰めって感じですね。他の地域ではもうプレイオフ始まったりしてて、一番やばいのがプレイオフあるじゃないですか。そのプレイオフって決勝のことをプレイオフって言うんですけど、ワイルドカードでなんか日本と台湾と韓国の2位のチームが争うんですよ。で、勝ったチームが上がってきて 4つのチームでこうやってトーナメントやるんですよね。こうやって分かりやすい
でやるんですけど、あのね、あれなんですよ、そのワイルドカード終わった次の月曜日に調整が入って、そのバランス調整入るんですよ、あの下方弾上方弾が。でその週の日曜日にその決勝があるんですよ。やばくないですか、普通にやばいんですよマジで。ただ運営の人も配慮してくれてて、そこでなんかツイートしてたんですよ、その親衛隊と、あ、まあこれはまた後で動画でやるか、あ、いいか、いいや、いいや、言っちゃおう。親衛隊とフリーズの、なんだろう、仕様を変えるみたいな。だけどそれはその仕様の変更はあまりに大きすぎて、そのなんかプレーオフの、あ、世界大会とかの環境を変えかねないみたいな感じになってるんで、それは12月の最初の1週目の月曜日にやるっぽいですね。ただ今回は多分だけど、まあ、ロイ・ホグの加法だとか、この遅延系の、なんだろう、アイスウィズまたはトルネ、まあ、トルネかな、正直。ゴレも今トルネがないと成立しないみたいなところあるし、多分トルネが加法入ると思うんですけどね、個人的には。強いんですよ、あいつ。全然マッチングしないじゃん。何してんの、びっくりしたわ。結構喋ったよね。一戦しかやってないのにめちゃくちゃ長い気がする。違うんすよ。マッチングしないですよ。まあ俺のタコラトロがな、高すぎるからな。まあしゃあないっちゃしゃあないですけど。罪だな。トロが高いって。って感じで、まあとりあえずポノスはね、あのプレイオフ進出は決定したんで。じゃあ、まあそれまでね、また練習を重ねて、頑張りてえな。てなって感じですね。頑張りてえなって。でまあ日本の2位のチームはもうファブって確定したんで、まあまあって感じですね。初手悪い、トルネも墓石もないし、頼むって言ったよ。でもナイトをムートで受けることによって次のね、これムート受けるじゃないですか。そしたらムートを抑えるカードがないんですよ。あら不思議。ハルチ切っちゃったら多分、このビビドラが止まんないんで。はい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 。よいしょ。もう好きにしろよって、お前。お前1700まで削るけど、俺もう1000ぐらいまで削っちゃうから、俺。って感じですね。大体スケ切ったんで、ナイトも切ったんで、この受けがまず普通にだるいっすね、多分。はい、マルタスガチャ。入れないよ、一発。気合が足んねえんだ、気合が。おい、嘘だろ、それ。相手、まだ多分、スケ回してナイトぐらい、多分エリないと思うんで。なるんかよ、お前。ちょっと待って。危うくなってきた。でもファルチェってことはスケラをライトでしょ。ライトだったらちゃんとは抑えられないんで。で次ホグ投げてきたら筋肉起動するでしょ。トルネード強いところって今みたいにエリ2しかなかったじゃないですか。ホグが橋渡ってきて、でも後出しでいいんで、あの着く頃に3になってないんですよ。これが強い、マジ反則。おいしょ、おいしょ、はい、ホグ出せないね、はい、ホグ出せないね、はい、ホグ出せないね、はい、はい、ホグ出せないね。はい、スケラ出しちゃうよ。これナイト切ったんで、ナイト潰してムートっすね。どうでしょう、やるやん。まあどうせ多分適当に出したけど、よいしょ、スー。まあこんな感じですね。いやこのね、後出しのね、トルネがマジで強い。絵に溜まってなくてバーってぶっぱ、今みたいにもうベビドラもスケラ取るもポイズンでバーって攻撃ぶっぱして、エリゼロになってホグが橋渡ってきてタワーになってる頃にはエリさんになって、後出し取るんでキングに据える。もうそのなんだろう、システムが悪いですね。もうね、そのダメですね。後出しでいいっていう
後出しでいいのが良くない、トルネの悪いところ。だから逆に言えば今強すぎるんで絶対使った方がいいですね、このデッキは。とりあえず、あ、徹底解説だからもうちょっとちゃんと解説していかないと。あ、今みたいにその陸ユニットナイトとかの陸受け主体のカードをムートで受けたり、ファルチェとか空受け主体のカードをベビドラで自陣で受けて、相手がそうなると次うちのユニットが渡った時にあの受けがいなくなるんですよ。そのだからムートをなんかメガゴマルタで受けなくな、いけなくなったりとか、あとそのベビドラをなんかユーノとかで受けなきゃいけなくなったりとかしたりするんでね。そう言ってなんかね、スケラじゃなくても他のユニットネリ使わせてギリギリでスケラにポイズン打たれたところをベビドラとトルネでダメージ入れたりとか、ファイブを切ったんでいっちゃいます。なるほど、なるほど。バレル防衛とかもあれじゃん、受けるね。ワンチャンプリンが来るんでバレル切ったんだ。これでギャング来るかな、ギャングだったら墓石でいいかな、出しとく墓石。プリン、はじめプリン警戒で墓石は早めに出すのはいいですね。こっちは待ちっすね。ちょ、待てよ。OK。これアウトロ回ってねえな、まだ。ギャングだな、これ。2億パーギャング来るんで。違った。まあまあまあ、そんなカード知らなかったんでね、僕。よいしょ。よいしょ。ギャング来まーす。よいしょ。ほらね。ね。言ったでしょ。ちょ、待って、これ、ボイボイだな、これ。やばい。見た、この後出し、後出し取るね。これがダメなんですよね。ワンちゃんプリンいない、待てよ、相手のデッキが分からない。なんだ、はい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 、これ後ろからですね。まだガゴムレがいるんで後ろからちゃんとユニットを貯めていきたいですよ。よいしょ、もうこいつの攻撃一生通らないんで。よし、行こう。これでガゴムレ出すかって感じなんで。おい、見た、今取るね、これが強い。終わったかな、どうだろう。よいしょ、これで終わりっすね。感じですね。はい、ということで、まあね、こんな感じで解説してったんですけど、まずこのデッキは2倍に入ると、守りと攻めが格段に強くなるんですよ。もうなんだろう、何でもできちゃう、正直。ビビドラ出してから、もうスキラ打ってから、トルネ出してから、ポイズンとか打てちゃうんで、もうね、で守りでも、なんだろう、墓石置いて、なんだろう、アイスビーズ置いて、ビビドラ置いて、ムート置いて、まあ、2周目墓石とか回っちゃったりするんで、なんだろう、何でもできちゃうんで、2倍入ったら、今みたいに俺のタワーが1000しかなくて、相手のタワーが2000あって、まあね、その差を早く縮めたくて、端前に、なんだろう、その、まあ、ベビドラスキャラとかやりたいところなんですけど、そこ、そんな時こそ、あのね、我慢して、後ろからユニットを切って、ユニットこうやって溜めていって、一気に今みたいにバーンってブッパで持っていくのがいいですね。って感じで、まあ、今のスケラはもう2倍に入っちゃったら、なんだろう、墓石とかもあるし、なんだろう、そう、保険がいっぱいあるんで、手札がガンガン回るんですよ、2倍入ったら。なんで、攻め取るね、もう全然打っちゃっていいし、って感じで、割とね、いいのかなと思います。ということで、
まあね、2倍に入るまでは結構守り重視で、考えていくといいかなと思います。ということでね、今日も紹介していったんですけど、また来週も期待してください。それでは今日は、バイバイ。